monster hunter を探しています。この近くでモンスターと戦い、モンスターを倒してみせてください。ハンターとしての能力が証明されれば、アイアンベースはあなたを基地に迎え入れ、で人類のために戦うハンターにはアイアンベースから弾薬、水、食事、そして清潔なベッドが提供されるでしょう。アイアンベースにようこそ。私は基地管理システムのエージェントアンドロイド、ポエムとお呼びください。私たち以外にもまだ生き残ってる人間がいたなんて、わお。私はダヌンツよ、よろしくね。今後あなたはアイアンベースで弾薬の補給や装備品のメンテナンスなどのサービスを受けることができます。だから思う存分その戦車で暴れ回って一匹でも多くのモンスターを退治してくださいね。
また、めっちゃゴージャスな車じゃの。たまらん。確かに、こいつがちゃんと動けば、モンスターどもをバッタバッタとぶっ殺せそうじゃ。わしはジンゴロアイアンベースの機器のメンテナンスを担当してる。今後お前さんの戦車のことで何か問題が発生したらわしが相談に乗ってやるぞい。アイアンベースの中にあなたの部屋を用意したから好きに使ってちょうだい。自慢じゃないけどこの世界にこれほど安全で清潔な場所はまあないわよね。一風呂浴びてさっぱりしてふかふかのベッドで一休みしてらっしゃいな。私はジンゴロもお前さんの戦車のことで何か問題が発生したらわしが相談に乗ってやるぞ。みんな死んじまった。おいらたちだってもうすぐ死ぬ。
じゃーん、人類滅亡。なあ、誰の、調子で飲んだくれてたらわしらより先に行っちまうぞ。仕方ないわよ、ジンちゃん。生き残ったのは私たちだけでしょ。女の子が一人もいないんじゃ子供も作れないんだから。確かにな、必死で生き延びたとしてもいずれ滅亡するだけか。外に出るときはこちらの端末の出撃カウンターを選んでください。戦闘員と出庫する戦闘車両の編成を行うことができます。編成が完了したら出撃を選べば基地から出発することができます。ちなみに出撃時間も自由にできます。お好みの時間帯をお選びください。あなたとあなたの戦車に追跡装置を取り付けさせていただきました。これで私たちはあなたの位置を追跡し、あなたがどんな戦いをするかモニタリングすることが可能。アイアンベースはあなたに力を貸すわ。実は今私たちはここで殺される日が来るのをただ待っているだけという状態です。すぐ目の前、かつて品川不凍と呼ばれていた場所に巨大なモンスターが出現しているのを見ましたか？奴の名は破滅の顔
カタストロプス、地上に生き残った人類を根絶するために建造された究極の殺戮マシンです。もしあれが動き出せば、アイアンベースは破壊され、私たちは皆殺しにされるでしょう。そうなる前にカタストロプスを倒す。それ以外に私たちが生き残る道はないのです。この基地には戦車の補給やメンテナンスだけでなく、兵器の売買、改造、製造ができる施設も揃っています。モンスターを狩るのに必要なものはほとんどここで手に入ると言っていいでしょう。ただし決済システムが超頑固なおかげで、ウォンテッドされた賞金首モンスターを倒すことができれば、決済システム上に多額の賞金が振り込まれるはずです。デストキオと呼ばれるこの地には、あちこちに過去の文明の遺産が眠っています。それを見つけ出せば、凶悪なウォンテッドモンスターを倒す突破口が開けるかもしれません。あなたと共に戦ってくれる仲間を得ることも、戦力アップに欠かせない手段となるでしょう。生存者については我々も情報を持っています。まずは各地の生存者キャンプへ向かい、ハンターさんを雇う慣例に従って、前金として私たちの全財産、仲間を見つけ出し、ウォンテッドを倒して賞金を稼ぎ、破滅の顔カタストロプスを倒してください。ありがとうございます。人類最後のモンスターハンターかもしれないあなたが、私たちにとっては唯一の希望。この荒れ果てたデストキオを駆け巡り、カタストロプスを倒す方法を見つけ出してください。この周辺に出現すると思われるウォンテッドモンスターの情報を送信しておきますね。送信した情報はメニューのデータからウォンテッド情報を見ることでいつでも確認できますよ。そういうこの新人モンスターハンターをメインメニューのマップ配全部とは言いませんけど、半分でも達成できればぼちぼち一人前のハンターと名乗れるのでは。
車は生き物ではないので、SP0 状態でもしもシャシーが大破したら、もうその車には乗れなくなって、社外に放り出されてしまうのです。車並びに搭乗員の戦闘能力をチェック。完全回復シークエンスを実行します。金属探知機は例えば鉄くつだけじゃなくて、地面の下に埋もれてしまった兵器やひょっとしたら戦車も発見できるかもしれませんよ。アイコちゃんの整備はバッチリじゃ。いつでも出撃。あら、昔の名手を見つけてきて。いらっしゃいませ、お得意様。自慢じゃないけど、この世界にこれほど安全で清潔な。ちょっと待った、何な、見たことない酒じゃん。こんなのもあんだ、うまそう。なんだよ、おいらがモンスターと戦うって。いらっしゃいませ、どんな飲み物をご所望かしら。正確に言えばバーボンではなくてテネシーウイスキー。今から人類は深刻化すけれど、ノアは、そしてある日大破壊によって人類の文明は崩壊し、少しはお酒でどうする、もう一杯行っちゃう。なんだよ、酒ならいくらでもあんだからさ。あんたも飲むか。
勝った。やったぞ。Thank you.
ナログレコードですね。ジンゴロウが熟く音楽は偉大なる地、こんな時代にも変わることのない安らぎを与えてくれますよ。ここに豊見の井戸と呼ばれる生存者たちのキャンプがあったのですが、激しい攻撃を受けたようですね。なんてこと、豊見の井戸も攻撃されて壊滅だなんて。残っているのは砂と瓦礫だけ、生存者はいないようです。三つともね、今度こそ生き残った人間を根絶やしにするつもりか。話せば長くなる。まだモンスターの中でも人類にとって最悪の敵。今は他のキャンプが心配だ。早く次の目的地へ行ってみてちょうだい。何の音でしょう、今のは。侵入される場合は十分に注意して進んでください。
投入。皆殺せ。車並びに搭乗員の戦闘能力をチェック。完全回復シークエンスを実行します。変
わい子ちゃんの整備はバッチリじゃ。いつでも出撃できるぞ。あら、昔の名手を見つけてきていらっしゃいませ。どんな飲み物をご所望かしら。いらっしゃいませ、お得意様。で、何の用かしら。うわ、またオイラの知らない外の世界には、オイラがまだ見たことも飲んだこともない酒がいっぱいあんだな。なんだ、オイラがモンスターと戦うって。もう新しいレコードを持ってるようじゃな。せっかくじゃ、わしが聞けるようにしてやる。